すげえ、本当に通ってた上に。100点いくかい？ 100 点はいくけえ、これ。なんやって急に難しくなって。どうした？もうなんか舐めてた。今日全部乗せようとしてた。100点はいけんのじゃね？なんか新しいの増えてるな。これか。これブワーやるんけ。あ、持ってなあかんね、X。ちょっと待って。すっげえ面白い。超面白い。人参とあれ何？これか。これ何すんのあれ。これ2つだけを何すんの。あいつも置いてまうぜ。今度はやってみよう。あ、そういうこと。これと、これ何、焼くのこれ。これ焼くんや、これも。ってことはバーナーをあっちに渡してやんなかね。ちょっと待って、これいらんのか。バーナー渡して、人参、あ、これとこれやって、人参と焼けたやつっていうのはね、なるほど。どういうこと？電車が過ぎるような感じで、あれ、切ってないんか。で、これを、これと人参っていうのもある。なんだ、そういう皿出てきた。これを、ここに乗せれんの。ちょっと待って。あの、後ろテープあった。これと、これ合うのこれ。合わんやん。これ焼かなあかんのか。焼いたら、あ、そこに乗ったら、ちょっと、え、なに。こう。これはこれがゴール。なるほど。で、これが、人参か人参の焼いたやつ。人参の焼いたやつ。役の途中でやってくれないんですか。来た。これと次ポテトか。大変じゃねこっち。ちょっと焼いてから渡してくださいよ。こっちもさ、肉。あーい、わいわいわい。人参で焼こうとしてた今。これは皿に乗っけて、これを乗せれない。どうすればいい。焼かなあかんのはどっち。何を焼かなあかんかがいまいち分かってないんか。もう一個同じやつね。じゃあ人参を焼こうとしてるって。これで焼こうとしてる。これをポテトと合わせる。無理。絶対間に合わん。間に合うかな。次はお肉だけ。ちゃう。お肉じゃ、これちゃう。人参で焼こうとしてるんで、いつも。ちゃう。初やでさ。初見やでさ。ちゃう。間に合うのか。間に合えばクリアやな。もうクリアできるんやん。
皿がない。人参が散乱してますがな。人参を洗おうとしてるって、洗わなあかんけど。あ、長っ、人参。何も長い人参。よいしょ、ポテトと人参。何もこっちでやることないけど。誰にやれやれ。でもクリアやん。あー、食券いけるな、これ。なんか点数が甘い気がする。甘いっつっても次の星が難しさだったね。